劇場版ご機嫌帝国です。元 AKB48 白畑一穂です。美味しい水素水ごくごくリマスコントクロです。はい、お願いします。ギャラクシーウルトラメタワンシストラメスキングのオーベル八番のママです。インド人の星野志穂です。ナマスク。今日はコラボということで、妻が綺麗すぎるさんが来てます。イエーイ、妻くんチャンネル、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日つばきれチャンネルさんとコラボなんですが、概要欄にチャンネルリンク貼っておりまして、つばきれさんの方では、ドッキリをたった今撮らせていただきました。はい、かわいい妻さんが見れるので、めっちゃかわいいなんだよ。はい、ぜひぜひそちらも見てください。これからやる、ね、企画の都合上ペロがそっちチームみたいな感じで、ちょっとつばきれチャンネルのチームになっておりますとかなみたいな。あ、ご機転さんですか。ご機転さん。というわけで今日はですね、ご期待のチャンネルではこちら、なんじゃもんじゃゲームをやりたいと思います。ルールを説明いたします。こちら、このなんじゃもんじゃゲームのカードには架空のモンスターのイラストが書いてありまして、こういうふうに山札からこうめくって一人ずつ順番に出てきます。で、これが初めて見るモンスターだったらめくった人が名前をつけます。で、またこうどんどん次の人に出ていって、これも初めて見るものなので名前をつける。で、こうどんどん名前をつけていって、はい、2回目に出てきたらさっきつけた名前を叫びます、うん、これが一番早かった人がこの、カードをもらえます。で、山札がなくなった時に一番カードを持っている人の勝利というゲームになっているんですが、まあ、今日は普通にやるだけじゃあれなので、可愛くやっぱ女子が今日多く集まってますね。ということで、ぶりっ子なんじゃもんじゃゲームをやりたいと思います。今回はもうぶりっ子で、もう誰が一番可愛いかをもう含めて、もう戦っていきたいと思います。任せてもう始まってる戦いが、もう始まってる戦いが、もう始まってる。今日は、かわいい審査員につまきれチャンネルのオットさんに審査をしていただきたいと思います。声出したね。いや、なんかね、変な声出た。なんか、なんか公平にちゃう。公平にね、かけるでも早いけど、かわいくないなと思ったらもう、ダメっていう。あ、僕はじゃあダメっていう。ダメだったらどうなの。やっぱり、ダメだったらもらえない。もらえない。ということで、始めていきましょう。ぶりっ子なんじゃもんじゃゲームスタート。最初グーじゃんけんぽい。負けた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 。最初グーじゃんけんぽい。負けた。負けた。あ、でもこれツナの方が可愛いからツナの方が。はいはい。公平にして。まだ始まらない。公平に。妻の勝ちかな。おかしいな。もうやっぱ負けていいやん。負けていいやん。いきまーい。ペロリンチョ。待って、かわいいな。ペロリンチョで緑キャベツと緑魂。待って、2個いい。1個のまないで2つの緑キャベツっていうのが。紫。
否認していますが、余罪についても調べることにしています。よっ、夫から生えた、から生えた、キュウリ、から生えた、キュウリ、イエー、やったー、嬉しい、夫が早さしちゃう。強制わいせつの疑いで逮捕されました。あ、すいません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 。あ
も覚えてる。あれ紫のメタルだった。出てきたっけ。出てきた、出てきた。紫のメタルだった気がする。紫のメタル。あれ、風車斜め切りすぎた。風車すね毛。あ、ちょっとセクシーだな。前髪切りすぎた。風車すね毛。前髪切りすぎた。風車すね毛。あ、すごい可愛い。やったー。あー、やったー。え、嬉しい。嬉しい。嬉しい。残り2枚だ。2枚。やばい。いくよ。かわいく初詣花の寝起きの頭。初詣花の寝起き頭。初詣花の寝起き頭。募集初詣花の寝起き頭。初詣日のの寝起き頭。はーい、ボス。もう一回初詣炎の寝起き頭だ。プププのプ。かわいい。かわいいプププのプはかわいい。これ最後ラスト最後の1枚だから、おのおのもう予想して言っとこ。あ、予想して一番かわいいと思うやつを。キラキラプリンセスファンタジーマル。おお、かわいい。じゃあ次私いくね。妻から生えたキュウリ。何その拍手。白畑いちほの落ち葉拾い。ああ、かわいい。緑キャベツと緑タワシ。あー、ハートニキビもじゃもじゃ頭。かわいい。あれ違う。そんなんだっけ。スティーブン。もじゃもじゃスティーブン。もじゃもじゃスティーブン。スティーブンだよ。じゃあ、もう一枚、最後の一枚。当たれ。切れます。ファンタジーマル。ありがとうございます。